はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマは、子供の褒め方、その1です。それでは西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、子供をどんな時に、どういった褒め方をしたらいいかということを聞いていきたいと思います。そう、はい。褒めることって、意外と難しいんですね。怒ることはね、その場でバッとかこうイライラとかしたら怒ったりすることはあるんですけれども、褒めるって意外と難しいんです。で、こう何でもね、すごいね、すごいね、って褒めても、本当に子供は有頂天になって、僕って本当はすごいんだってこう思い込むことがあるんですね。そうですね。だからその何でもかんでも褒めてしまうと、そういった場合、その子供のモチベーションを上げてあげるっていうのはどうなんでしょうか。褒めることでモチベーションを上げるっていうのはありますよね。はい、上がりますね。やっぱりそれはモチベーションを上げてあげるっていうことは、親にとっても、いいことですよね。怒ることよりは。そうですね。だけど、子供をね、褒め方でも、子供をただいい気持ちにさせる褒め方っていうのは、こう、その時はモチベーションは高くなるんですけど、その後、つまずいた時に、あっという間に急降下のようにモチベーションは下がっていくんですよね。挫折に近いものもあるかもしれませんね。で、例えばこんな子供がいたんですけれども、ひらがなを覚えたばっかりで、こう、お友達に手紙をこう、書いてたんです。はい、で、その手紙を見て、もうお母さんは、よく書けてすごいねって褒めたようなんですね。で、得意になって、自分はもうお母さんにも褒めてもらったし、この手紙を、友達にこう、あげようと思ってあげたんですけれども、実は、その文字は鏡文字であったり、もうなんかぐちゃぐちゃで、そんなになんとなく見れば字はわかるんですけれども、で、お友達にあげたところ、お友達は多分、字が汚くて読めなかったんだと思うんですよね。で、なんて書いてあるか読めないって言われちゃって、その子供は本当にショックを受けたらしいんですね。だからもう書くことも、なんかどうせは自分が書いても分かってもらえないんじゃないかっていう、その書くこともトラウマになってしまったようなんです。だからお母さんもその手紙を見たときに一言、もう少しね、文字を練習してからお手紙を書こうねって言って、練習することは大変なんだけれども、一応練習してね、綺麗に書いてからお友達にあげた方がね、こういうことにはならなかったんじゃないかなって、私は思いました。そうですよね。その子供が喜ぶからって無責任な褒め方はかえって子供が傷つくと、持ち上げてあげた分ね、落っこした時の高度高くなっちゃいますもんね。そうですよね。だから自分家の家の中では、それはいいことなのかもしれないけれども、それが外でどう評価されるかっていうことを考えないと、自分たちだけの家庭では OK ではやっぱりそれはちょっとどうかなっていう。はい。なるほど、なるほど。だからやっぱり、年長の授業の中でも、結構ね、最後まで頑張って、こう、問題を解いた子供とか、またペーパーがものすごい、ちょっと枚数が多くて時間がかかっちゃったんだけれども、最後までやりきったような時とか、そういう子供にね、よくお母様たちっていうのは、ご苦労様っていう声かけの仕方もあるんですね。はい、で、どうしても私はこのご苦労様っていうのは、褒めた言葉にはならないような気がするんです。で、ご苦労様っていうのは、なんか人のためにこう、労力を使った時に使う言葉でね、ありがとうっていう意味合いを込めて私は使うことはあるんですけれども、で、大体において、ご苦労様って言っても、幼児にとって苦労なんていう意味わからないですよね。なんでペーパーたくさんやったのに、苦労ってなんだろうっていう、そのちょっと書き方が違うかなと思うんですよね。で、まあそういう場合って本当に疲れてんのにゴミを捨ててくれたとかね、そういう時には本当ご苦労様っていう使い方っていうのはあるとは思うんですけれども、でもう一つは同じ意味で、はい、お疲れ様とかお疲れとかって言うんですよ、子供に。で自分のために頑張って成し遂げたことをね、お疲れ様ってちょっとやっぱり子供も意味がわからないっていう。で、逆に子供はお疲れ様って言われたから、疲れるっていうのは体が疲れるっていう意味だから、子供が知ってるのは。なので、お疲れ様って言われると、僕ってなんか疲れたこと今やったのかなっていう、こう、そういうふうに子供って思い込むことが。お勉強以降で疲れるの刷り込みになりかねないことですね。そうです、そうです。はい。なるほど。それだとまあ子供にとって褒め言葉にならない可能性が高いと。そうですね。お母さんたちを褒めたつもりでも子供はポカーンとして、何なんだろう、ご苦労様とかお疲れって何なんだろうってこと、見てるとスルーしちゃうんですよね。で、私は子供たちがこう頑張って最後までやり遂げたことに対してはね、お疲れ様とかご苦労様っていう言葉をこう使ったことはないんです。はい。では、先生はどんな言葉をどんな時に使うんでしょう？そうです。これは本当に頑張ってたな、本当に頑張ってやってたなっていうことを自分で判断したときに、まず言うことは、すごいじゃないって言うんですね。で、まあ、褒め方の一員なんですけれども、私がよくやってるのは、そう、本当に頑張ったなと思ったそのタイミングで、すごいじゃないってまず、やり遂げたことをこう子供と一緒に共有するというか、はい、感動するんです。感動しなきゃいけないんです。そのやってたことを。それで、大抵の子供は、そうだ、頑張ったかも、つってニコッとするんですよね。それで、その次にかけてあげる言葉が、はい、頑張ってやったらできるじゃないって言って、今度できたことを叩いてあげるんですね。なるほど。そうするとなおさら、僕は頑張ったんだって。で、最後に、ね、できないことができたらね、気持ちがいいでしょって、こう、言葉をかけるんですよね。というと、嬉しそうに子供は、うんっていう、まあ、大抵言いますよね。で、そこで子供は何を感じたかっていうと、達成感。で、また頑張ればできるんだっていうその自信をこう持つことができるっていう、そういう褒め方をしていかないと、たった一言でご苦労様とかお疲れとか言っても子供には何のこう頑張った証がないんですよね。だから同じ褒めるにしても、そういうふうにして達成感と自信を持たせるやっぱり褒め方をしなければ効果がないっていうことなんです。なるほど。やったこと、その頑張りを、まあ、僕、今思ったのは、その先生が言った言葉でその見える化するっていうか、だから、本当に頑張ったなって、すごい、これはすごいんだ、頑張ったんだ、できないことができたんだっていう、それを、言語化することで子供はそれを、そういうことなんだ、じゃあ、これが頑張るってことなんだ、そうなんです。できたことはすごいことなんだっていうふうに思えるって大事だなと思いましたね。そうなんです。だから、褒めるっていうことは、子供を気持ちよくさせるために行うものではないっていうことなんですね。だから、いくらね、ご苦労様、お疲れとか言ってよく頭撫でて終わる場合があるんですけれども。情報少ないですね。そうなんです。まず頭を撫でるっていうこと自体も子供の自立を妨げてるっていう。いや、僕は一人で頑張ったんだって思ってるところへこの頭なぜなぜされたら、やっぱり子供はね、自立していかないっていう。それをやっぱり、感動し、褒めたたえ、そして最後に、気持ちがいいよね、頑張るっていうことはって言ったところで初めて子供っていうのは達成感と自信を持つという。だから、褒めるっていうことは子供を気持ちよくさせるのではなくて、また頑張ろうっていう気持ちにさせる褒め方っていうのは本当に私は必要だと思っています。だから、こう、ぜひね、こう、意味のある、この子供の成長を考えた褒め方をね、子供にしてあげてほしいなと思っています。なるほど。はい、ありがとうございました。はい。で、このね、褒め方って結構深いテーマだなと思っていて、あえて今回テーマに「1」ってつけたんですね。はい、なので今後まあ YouTube の投稿を続けていくと思うんで、どっかでまた褒め方その2からね、できたら面白いかなと思っております。ではありがとうございました。はい。では教室からのお知らせです。あ、そうだ、もう一つありましたね。この褒め方のテーマですけど、YouTube 版の他にブログ版を由美先生また書いてもらいました。あ、書きました。で、これはなんか小学生と一応幼児に分けてみたので、2つのバージョンでね。はい、で、これも本日公開予定にしておりますので、よろしければぜひ幼児教育支援 .com ブログの方を見ていただければと思います。で、またこの情報の他にも Twitter や Podcast もやっておりますので、よろしければいろいろとチェックしていただければと思います。またメールマガジンではこういった情報にプラスして、セミナーの情報や独自動画の配信を行います。ぜひこちらもご登録ください。メールですので、登録していただいた時から受信できるということで、それ以前の情報は取れないんですね。なので、興味ある方はお早めにぜひ登録いただければと思います。子育て幼児教育相談会、こちら実際に教室に来ていただいて由美先生とお話ができるという場です。小学校受験に関するお悩みや子育てに関するその疑問などをこちらで解決することができます。まあ月にね、何人も来ていただいて、皆さんすっきりした顔で書いていきますのでね、ぜひこちらもご利用ください。体験授業も受け付けております。1歳6ヶ月から年長さんまで各クラス受け付けております。こちらも先着順ではございますが、タイミングのいい時にぜひお早めにお申し込みいただければと思います。YouTube の内容でもいいですし、そういったその体験授業に関することでも気になったことありましたら、ぜひお問い合わせください。電話番号がですね、03-3390-0750 です。私ども夜型ですので、10時ぐらいの時間帯まで大丈夫です。はい。遅い時間、お仕事後でもご連絡、困ったことがあったらご連絡ください。お願いします。はい。また、メールアドレス、こちらは24時間受付です。info@markfriendly-school.com です。こちらにご連絡いただいても構いません。はい。教室では今後も小学校受験のこと、子育てのことをお話ししてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは、失礼いたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。